科行って将来介護士とか保育士になれると思いますかって聞いたの。そしたら、なれないですねって言われたんだけど。そうじゃない先生、うん、そんなもんですよね。20やった？やったよ。うん、何の話したの？はってなってやったにしょ。おはこんばんは、みなさん、どうもミキです。ミキちゃん、なんかすごい視線がすごい、なんで私そういう人ですよね。おはこんばんは、みなさん、どうもミキです。ミキチャンネルへようこそ。やりにくい、やりにくい、その視線なんで、ね、何回目よ。10月22日の土曜日の今ね、4時なんだけど、ということで今ですね、友達ん家に来てるんですけども、ツイッターでこうやってつぶやいたんで、私のリスナーさんっていうか、まあフォロワーの人のお悩みを女子3人で解決したいと思います。イエーイ。あのハッシュタグ教えて片揚げポテトなんだからね。片揚げポテト、片揚げポテト食べながら、じゃあ見ますか、そろそろ。友達の口癖が死ねよなんです。怖いです、どうすればいい？ガチの死ねよだったら、まあ無視してれば大丈夫。何、でもおはようぐらいの確率で死ねよっていうの？おはよう死ねよ。いや逆に逆線高い、逆線高いよ、うん、ネタだと思えば大丈夫だと思う。片思いどうすれば積極的に告る、早いな、なな。1ヶ月後に後期中間テストがあるんですけど、どういう方法でやれば効率よくワークを進められますか？まずスマホを投げます。で、集中しましょう。友達に好きな人を取られそうです。さて、どうしますか？引く、引く、うん、引く、あの、やめる、やめる側の人間です。すぐにやめる。当分ずっと思ってるかもしれないけど無視する、感情を。あなたは？聞かなかったふりをする。ああ、でもさ、じゃあさ、例えば、うん、知らないの、相手の好きな人も知らなくて、相手も自分の好きな人知らなくて、偶然かぶっちゃった場合があるじゃん、うん、一緒に言った時に、うん、そしたら聞かなかったことにできなくない？うん、それとどうするの？聞かなかったことに、それも聞かなかったことにする。聞かなかったことにして、あ、何、グイグイ行くってこと？グイグイ行かない。で、そういうことじゃなくて、別に恋愛はすんの？その人のことは無視して。しない。でも何なのこれ、日本語が通じない、どうする？ちょっと言って、もう無理そうだなって思ったら諦めて。男子にちょこっと言ってってこと？え、そういうことでしょ？え、どういうこと？え、ちょっとそのまま聞かなかったことにして、ちょっとアピールして、ダメだな。あー、そういうこと。そうそうそう、あ、なるほどね。そういうことね。やっぱみんなそうじゃん、スルーはないんだね、我が道を行くみたいな。部活でみんなあまり仲が良くないんです。どうすれば仲良くなると思いますか？まあ、元家庭科部ね。家庭科部。陸上部。はい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 。はいはいはい。いや、もうね、この子一番それが知りたいと思ってるような。確かに。え、なに、どう思う？どうすれば仲良くなると思う？どうやったら？いいじゃん、仲良くなるの。でもさ、やっていけないじゃん。例えばそれがさ、え、なに？コミュニケーション系だとしたら、テニスとかだったらもう絶対ダメだし。でも誰かしら仲良い人でしょ。まだ、周り全員先輩とか。だから偶然自分が嫌いな人だけみたいな。やめようよ。仲良くしようとする。 LINE グループ作るとかあるんだよ多分。だからあれじゃないの、別に仲良くないんじゃなくて、なんかお互いがお互いに気使ってるみたいな。あ、それでもあるじゃん、別に喧嘩してるじゃなくて上辺で、それで自分が出せなかったとしたら、なんか失敗すればよくない？わかる？え、なんか恥、なんかわかる？一回失敗したすると笑いになるじゃん、こけるとか。そうすると自分が出せるじゃん、うん、そこはあると思うんだ。あ、どうですか、経験者から。遊びに行くとか。あ、みんなで、うん、なるほどね。みんなで打ち上げとか。何が？お前はやめる。冷た。でもそんな上辺しか出せない人ともさ、うん、仲良くなろうともね。まあ、どういう金なのか分かんないけどね。前好きだった人が私のことを好きっていう噂を聞きました。そしてこの間若干告白っぽいものをされたんですけど、返事した方がいいですか？同じじゃない？やめとけ。お前これ結構学校の人見てる、学校の人とか見てるからな、先生も見てるからな。いや、ちょっと待って、じゃあ見せて。そうだね。え、前好きだった人が、
っていうことですね。どう思いますか？言っちゃっていいかな？いいよ。言っちゃっていいかな？いいよ。似たような経験をし本当に私も本当にカメラ揺れるからやめてこれ。すごいめっちゃ後悔して本当にめっちゃ後悔してて、今好きな人いるんですけど。ねえワールド絶対絶対後悔するから返事した方がいいと思う。言うと言う言ってね、本当にマジで後悔するから現役だから今。じゃあ次、また恋愛系ですね。片思いしてる人がいるんですけど、その人には好きな人がいるんです。どうしたらいいと思いますか？え、どうしたらいいと思いますか？うん、なもんアタックでしょ。自分かもしれない。付き合ってるんだったらさ、ちょっとなって思うけど、付き合ってないでただ片思いしてるんだったらね、こっちもグイグイ行った方がいいとは思うけどね。人は変わるからねなんかさっきから意味深なんだよな今日学校があまり行けません。どうしたら行けるようになりますかね。ちなみに不登校気味でもあります。楽しいと思えばいいんじゃない？楽しいと思えないんだ。だるいんだよな。いやそれはね、今行ってる人でもね、普通に学校行ってる子でもね、だるいのはだるいんだけど、一回休んじゃうとね、ダダダダダってやるからね。違う、行けば楽しいんだよ。自分の将来に不安しかないです。ミッキーちゃんは高校とか将来にどれくらいの不安がありますか？これは私だけじゃないですね。今楽しめば。それだよね。将来に不安はいらないと思う。なんとかなる。何も考えずに今を楽しめばいいと思うよ。はい、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 イエーイなんでこんなになっちゃったんだろう。え、普通に可愛い。うん、なんかいるよな、こういうキャラクター。チャオに出てきそう。チャ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 だよね。3人のグループでうまくやっていけるコツはみたいなのってありますか？で、ここです。別に。いや、でもそれはね、人によると思うよ。性格によると思う。ね。すごい嫉妬する人だったら多分3人無理だし、全員冷たくないと無理だと思う。なんだろう、冷めてた方がいいと思う。ずっとべったりっていう性格の人はキスは諦めた方がいいと思う。多分2人が一番いいと思うね。別にね、うちら乗り物とか乗らないしね。行ってないけどね。行ってないだけよ。だって絶叫乗れない人いるから。いや、乗れる、乗れるよ。もう乗れるよ。ディズニーのだからあれから乗れるようになったもん。あれから乗れるようになったもん。マジで。いや楽しかったよ。この前行ったらもう先頭で一人で乗った。うん。当たり前だよ、あのちっちゃいコースター。いや楽しかった。朝たくさん食べても授業中お腹が鳴ってしまいます。周りの人はあまり気にならないのでしょうか。解決策ありますかね。まず気にならないじゃない。うん、気にならないよね。うん、たまに ないよね。だって普通に授業中でさ、お腹が鳴ってる音がする。いや、聞いたことない、聞いたことないみたいな。でもね、テスト中の咳止まんなくなるのやめてほしい。すっげえ嫌だ。で、こうなんかムズムズする。あ、ちょっと静かなのに、みたいな。みたいな。で、めっちゃ止まんなくなるみたいな。なんかすいません、みたいな。なんか申し訳ない、みたいな。なんか、周りのね、周りがかわいそうだな、みたいな。あと、一回時計の音気になると気になっちゃう。あーってなる。可能性すするの。あ、わかる。わかる。数えちゃうんだ。ちゃんとやるよみたいな。なんだ。数えちゃう。あとなんか、あとなんかあれね、こう喋ってて、なんかずっとこう聞いてる側がうんってやりたくなる声の人いない？うんってやっちゃうんだけど。お前さ、うんってやってってなる。今のあなた。え、マジで？ごめんなさい。だからお腹の音、お腹鳴っちゃうのどうすればいい？でも食っても鳴るんだったら逆に食べない方がいいんじゃないかな。やばくね？死ぬ。え、なんで？だってたくさん食べても鳴るんでしょ。逆に食べない方が。だってお腹鳴るのってさ、空白すぎてお腹。じゃあじゃん、お腹鳴るのってあれでしょ、胃が動いてるからでしょ。知らない。そうだよ。あ、嘘情報って聞こないよね。え、でも多分そうだと思う。ということは食べない方がいいんだ逆に。ねえ、マジダメだよそういうの。怖い。最高に楽しいんだけど。食欲を抑えたい。最近ずっと食べてる。食うものひたすら食べてるみたいな。ああ、例えばこんにゃく。ああ、胃にたまるしね。うちらが言えることじゃない。いや、今日はパーリータイプだから。パーリータイプ。プッチョ、片揚げポテトにカルピス。ここにハルボート、めっちゃ積み重ねやばいよこれ。ひどいよこれ。さっき心理テストやつ。よし、一本はこれで終了かな。またなんか違うの撮ろう。
よし、OK、終了1回、一本終了しよう。最後まで見てくれてありがとう。では、次のミッキーチャンネルでお会いしましょう。バイバイビー。バイバイ。バイバイ。